ギリシャ人はバルカン半島周辺及びキプロスに自を持ちギリシャ語を母語とする民族である国民としてのギリシャ人にはアルーマニア人アルバニア人トルコ系国外からの移住者も含まれる古代ギリシャ時代におけるギリシャ人はギリシャ語を話し特に自由民であるものを言うギリシャ本土だけでなく小アジアやヨーロッパの各地に ギリシャから移住した者の,の手によって建設された植民地の住民も含む。彼ら自身はヘレネスと称し、他者をバルバロイと呼んで区別した。マケドニア人もギリシャ語を話し、ヘラクレスの血筋であるとされたので一部の反マケドニア勢力を除けばヘレネスとして広く認知されていた。後にマケドニア王国のアレクサンドロス大王の帝国建設などを経て、 広く中央アジアから地中海世界の各地にまで広がったギリシャ語を常用するものをも指すように展示た。ギリシャ人を意味する英語のグリーク、フランス語のグレックなどの西洋の諸言語における呼称や日本語のギリシャはイタリア半島の南部に移住した人々を古代、ローマ人がその土地の名であるグライキアからグライキと呼んだことに由来する。中世、近世におけるギリシャ人は 主に東ローマ帝国やオスマン帝国の統治下で、ギリシャ地域や昭和時代、英華海の島々に広く居住しており、ギリシャ語を母語とし、正教会のキリスト教を信奉した人々のことである。血統的には古代からの連続性があったと通常考えられているが、バルカン半島でスラブ人と接触する機会の多かった北部などでは、スラブ人の南下によって混血が進められたと、 考えられていた。また、帝国内には、スラブ人の他にもアルメニア人、イタリア人、クルド人なども居住しており、それらとの根結や、スラブ人、アルメニア人等のギリシャ化などが進んだと考えるのが、普通である。東ローマ帝国時代のギリシャ人は、他のキリスト教徒の諸民族からはもっぱら、ギリシャ人と呼ばれた。しかし、ギリシャ人自身は、 ローマ帝国市民としての自意識を持ち、ロマイオイと自称しており、ヘレネスは古代の異教徒、あるいは地方都市や農村の住民のことを指していた。212年のアントニヌス直令によって、ローマ市民権はローマ帝国内の全自由人に与えられていたからである。古代ローマ時代のことを、その時代と呼び、古代ギリシャ人の子孫であることよりも、 古代ローマ帝国市民の末裔であることを誇りにしていたのである。例えば、10世紀の東ローマ皇帝コンスタンティノス7世は、その著書、テーマの起源についての中で、ヘラクレオス朝時代に帝国の公用語がラテン語からギリシャ語に改められたことを、当たちのローマ人の言葉を捨てたと表現している。その一方で、東ローマ帝国の知識人階層においては、 ホメロスの死を暗唱できるのが常識とされ、中東教育では古典ギリシャ語の文法が教えられるなどされたように古代ギリシャの古典文化が尊重されていた。特に東ローマ帝国末期のパレオロゴス王朝期にはギリシャ古典文化が大いに見直されて復興を果たすが、この時期のギリシャ古典文化を身につけた東ローマ帝国のギリシャ人の一部は ベネツィア共和国によるペロポネソス半島、キプロス島、クレタ島などの支配や1453年のコンスタンティノープルの陥落の影響で次第にイタリアなど西ヨーロッパに渡ることも多くなりルネサンス期の古典復興に大いに貢献したと言われる西ヨーロッパに渡ったギリシャ人の中では画家エルグレコが有名であるこの時代のギリシャ人について日本の世界史教育で 東ローマ帝国によるギリシャ人の支配と表現されることが多いが、東ローマ帝国時代は皇帝、皇級官僚、コンスタンティノープル総主教など支配階級の多くがギリシャ人によって占められていた史実に鑑みると、その表現は妥当性を欠いている。また、1821年のギリシャ独立によってギリシャ人は約2000年ぶりに独立を回復したというような、 表現をされることも多いが、おそらく古代ギリシャからずっとギリシャ人が政治的に主権を持つ時代がなかったと決めつけるために生まれる不正確な表現であると言わなくてはならない。実際はオスマン帝国からの支配から数えれば、正確には368年ぶりの独立である。中日ギリシャ大使館のサイトでも東ローマ時代をギリシャ人の歴史の一部として扱っている。 さらに一部の教科書には、東ローマ帝国における皇帝教皇主義の説明として、東ローマ皇帝とコンスタンティノープル総主教が同一人物であるかのごとき表現を参見されるが、両者ははっきりと別人であり、東ローマ帝国時代には総主教が皇帝の接政、相談役であったり、さらには両者の間には何度か反目や圧力が生じたことさえあった。 オスマン帝国時代ロマとギリシャ系人の旗、ギリシャ人は本来の居住地においては東ローマ帝国の消滅後もオスマン帝国の領内で人道税を納める非語民として正教会の信仰を維持することを認められコンスタンティノープル総主教を長とする正教徒の自治体を形成したブルガリア人やセルビア人などのバルカン半島の 正教と諸民族までを含むオスマン帝国の正教と社会の中で帝都イスタンブールを中心に帝国の中央部に住むギリシャ人たちは優位に立ち通訳官や地方長官として高い地位を得た者も現れたこの時代を通じて彼らのアイデンティティの源は正教の信仰であった東ローマ帝国時代にはローマ人という意識と古代以来のギリシャ文化を 尊重するギリシャ人を意識する伝統が両立していたが、オスマン帝国支配下では古代ギリシャ文化の知識を持つ、ものの多くが前日のように亡命してしまい、古代の記憶は失われてしまったのである。1822年、ギリシャ王国がオスマン帝国から独立し、約360年ぶりにギリシャ人は自分たちの国家を持った。第一次世界大戦にオスマン帝国が敗北し、 その領土が、西洋列強の手に分割されたことは、ギリシャ王国にとっては小アジアに広がる、ギリシャ人の居住地帯を事業に加える最大の好機を、もたらした。1919年、ギリシャ軍は小アジアに上陸し、列強の同意を得て、スミルナを中心とする小アジア西南部のエーゲ海、沿岸一帯を占領下に置いた。しかし、ムスタファケマルラによって、 アンカラに打ち立てられたトルコ革命政権の激しい抵抗を受け、激戦の末に1922年、ギリシャ軍はイズミルから撤退して、アンカラ政府と休戦した。この時、トルコとギリシャの間では、住民交換協定が結ばれ、トルコ領から90万人以上のギリシャ人がギリシャへの移住を余儀なくされたが、実はトルコ人とギリシャ人の区別はかなり困難で、 宗教だけを基準とせざるを得なかった。そのため、トルコ語を母語とする正教会信者もギリシャ人とされ、逆にスラブ系やギリシャ系等のムスリムやテッサロニキ地方に住んでいたイスラム教に改修したユダヤ人のほとんどはまとめてトルコ人として住民交換の対象となった。このため、かつては小アジアの各地に数多く住んでいたギリシャ人も、 現在は、イスタンブールにわずかに残るのみである。なお、トルコの小アジア国会沿岸部にもトレビゾンド帝国、東ギリシャ系国家が存在していた経緯から、オスマン帝国支配後もポントス人等、ギリシャ系住民のコミュニティが脈々と存在していた。その後、第一次世界大戦後の混乱やトルコとのギリシャ間の住民交換協定により、国会沿岸部に居住する。 ギリシャ系住民の多くがギリシャ本国やグルジアと旧ソ連領へ出国していったとされる。現在もわずかではあるが、グルジアとの国境付近には他の少数民族と混在する形で少数のギリシャ系住民が居住していると言われている。こうしてギリシャの領土が縮小したもののほぼギリシャ人の居住地域と一致するようになったが、例外としてオスマン帝国の崩壊以前に イギリスの植民地となっていたキプロス島が残された。キプロスをギリシャに併合しようとする要求はこの島に数多く住むトルコ人たちとの圧力を生む一方、ギリシャ併合を求める過激派のイギリス当局に対するテロを頻発させた。こうしてイギリス、ギリシャ、トルコによって妥協案が検討され、1960年にキプロス島はキプロス共和国として どの国にも属さない独立国になった。しかし、独立後も、キプロスでは独立派のトルコ系キプロス人とギリシャ併合賛成派のギリシャ系キプロス人の反目が続いた。1973年にギリシャ系大統領マカリオスがギリシャ軍政政権の支援を受けて起こったギリシャ併合賛成派組織によるクーデターをきっかけとして、 トルコ軍は本格的にキプロスに介入しキプロス東北部を占領、トルコ系住民による北、キプロストルコ共和国を建国させた。これにより、従来からのキプロス共和国政府が統治する領域が全頭の3分の2に縮小し、統治する人々のほとんどがギリシャ系住民となったが、キプロス、ギリシャと国際社会はキプロスの再統合を求め、 トルコの対応を非難している。かつては東ローマ帝国領だった現在のアルバニアの南部にもギリシャ系住民が多く住んでおりギリシャ語が使用されている。アメリカやオーストラリアへ移民したギリシャ人も多くその活躍は政治、経済の多方面にわたる広がりを見せている。特にアメリカではマイケル・デュカキスのようにアメリカ大統領選挙の候補者となる者も,もいた。 以上で見てきたように、現代においては、ギリシャ系の人々は、ギリシャ共和国のみならず、イスタンブールやキプロス、アルバニアまで含めて広がっており、ギリシャ人という語は、ギリシャ国籍を有するものという意味と、広く、ギリシャ系の人々を指す場合と二重の意味を有している状況にある。ありがとうございます。